Cette semaine dans Japanimation, nous retrouvons notre youtubeuse favorite Cathy Cat. Elle nous dira tout sur ce qui pousse les gens à voyager à l'étranger. Et ce n'est pas tout. En deuxième partie, Daiki et Yua continuent à relever le défi du get-up. Pour finir en beauté leur initiation, parviendront-ils à nous offrir une démonstration parfaite? Vous allez tout savoir dans ce nouvel épisode de Japanimation.楽しいですよね。 私もいろんな国行くときはいつもワクワクします。この前はタイに行ってきました。 YouTuber としてイベントに招待されたんです。 YouTuber やっててよかった。 ということで今回は日本人に海外旅行へ行くきっかけを、 日本にいる外国人の方にはなぜ日本に来ることを選んだのかを ask したいと思います。 それではまず日本人に Let's Ask Japanese。 Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais. Let's Ask Japanese. 海外旅行行ったことありますか? あります。 お! あります。 じゃあまずどこに行きましたか? グアム。 グアム! 親戚の結婚式です。 結婚式で、しかも海外初。 初。 じゃあグアムの結婚式についてちょっと聞きたいんですけど、 なんか期待… 超えたか、期待外れたところを両方聞きたいんですけど、どうですか? 期待超えたのは、綺麗、いろんなところが。だけど、 期待外れは、ナメクジがムニュムニュムニュ、いろんなところ、プールサイドとか、めっちゃいた。<笑> それ聞いたことないわ、ちょっとショック。 海外旅行行ったことありますか? あります。 どこでしょう? アメリカのサンフランシスコにいとこが住んでいるので、 そちらの方に遊びに行きました。 いとこはそこで何してるんですか? もうずっと向こうに暮らしているので、 看護師さんやったりとか、 へー。 キャビンアテンダントやったりとか、いろいろしているので。 すごい。 じゃあそこにいたきっかけは、もう会いに行くみたいな感じで。 そうです、遊びに行きました。 じゃあ初めての海外どの感じだったんですか? 楽しかったです、ものすごく。 いろいろなとこ行ったので、ラスベガス、ロサンゼルスとか。 そうですね。 行く前にこれアメリカでこれ絶対やりたいとかなんかありました? カジノ行きたいと思ってました。 結局行けたんですか? 行けました。 もしかしてベガス? ベガスで。 どうだったんですか? 勝ちました。 どれぐらい? いや、2、3 万ぐらいですね。 結構良かったじゃないですか。 全部お土産で消えました。 でもまあこれでお土産をね、 ただだと思えば。 そうですね。 じゃあ海外行ってなんか一番興味を持った国は何ですか? フランスです。お姉ちゃんがもともとフランス留学してたんで行きました。 イメージ、じゃあフランスのもともとのイメージとフランスにいたらなんか違ったりとかしました? なんかフランス人が、なんか僕が英語使うと結構嫌な顔したのは意外でしたね。 どういう対応されたんですかね? フランス人、フランス語で喋ってると結構ニコニコしてるんですけど、 英語だとちょっと適当な感じで、なんかムスッと、はいはいみたいな適当な感じでしたね。じゃあフランス人はやっぱできたらフランス語喋ってほしいって感じ。そんな感じがしました。これで全ての質問でした。すみません、ありがとうございます。皆さんいろんな理由で海外旅行に行ってるんですね。私も日本に住んでるので、今度ドイツから私のママが来日します。 飛行機恐怖症なんですけど、娘が大好きな日本をなんとかして見たいと決心したそうです。楽しみだな。原宿案内して京都や広島に連れてきます。特にウサギ島、多くの島に行くのが楽しみです。さて後半は外国人に日本に来たきっかけについて聞きたいと思います。 Don't miss it! ユアのただいま修行中。ちょっと待って、俺たちのコーナーだから。今回は前回に引き続きゲタッパーズの皆さんに教えてもらいながらゲタッパーやっていきます。
Cette semaine, c'est à la danse Getup, les claquettes utilisant les choses traditionnelles japonaises appelées Geta, que nos amis vont s'affronter. Et pour les initiés, ils ont fait appel aux Getuppers, les membres du club de Getup de l'université Waseda. Il est difficile de danser avec des Geta tant qu'on n'a pas trouvé le truc. Nos amis ont eu beaucoup de difficultés à se synchroniser. Mais on finit tant bien que mal à maîtriser les bases du Getup. Yuna-chan! Oui. 前回教わった4つ基本覚えてる？もちろん覚えてますよ。何？歩く、うん、ジャンプ、うん、キック、うん、ターンおです。そしてそれをね、つなげて教わったんだよね。はい、ちょっとやってみてよ。いや、一緒にやりましょうよ。うん、俺は完璧だって。ヨーちゃんちょっと微妙だったじゃん。微妙だったじゃん。いやいや、一緒にやりましょう。そこは協力して。やっていきましょう。せーの。歩く、キック、ターン、ジャンおお。間違えたけどということで、これはね、前回教わったんですけど、またその前回に僕音楽をつけて踊りたいって言ってしまったんですけど、うん、この4つしかできないんですけど、できますかね？大丈夫です。お、この4つでできる振りを作ってきました。この4つでできます？はい、やった、ありがとうございます。 Pour commencer, regardons une petite démonstration. それでは参ります。ゲラポーズ、かまえ。先ほど教えた4つに加えてもう1つ、増やしております。なんで？なんで増やした？できるかなと思って。それは掛け声です。掛け声、確かに言ってましたね。言ってますね、皆さん。大きい声で、でも声も入れたら体が追いつかなくなりません？大丈夫です。掛け声をすることによって振りも全部声も揃ってくるので。確かに掛け声、そう考えると大事ですね。大事です。はい。Les cris sont très importants pour pouvoir synchroniser ces mouvements. Il est donc essentiel de les maîtriser. では、掛け声練習からやっていきましょう。お願いします。お願いします。よっ！はっ！はいはい！歌詞カードとかないですか？歌詞はないですね。よーはーはいはい、いくぞー。 We are the stars。 ダン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 、ヘイ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 。タイミングだね。タイミングですね。Donner de la voix aide à synchroniser ses mouvements. Sinon, c'est la cacophonie assurée.Pour réussir, pas de secret. Il faut répéter. じゃあ、2人が大丈夫ということで、はい、掛け声コンテストをやりましょう。掛け声コンテスト。掛け声コンテストで勝った方に、はい、最初の構えを言ってもらいたいと思います。構えって最初言ってたやつ。言ってたやつですか？そう。言いたい言いたい、めっちゃ言いたい。それでは参ります。ピタッポーズ、構え。 En position est le terme utilisé en début de représentationVoyons comment ils vont s'en sortir. Yo! Ha!
それじゃあどちらが良かったか多数決でお願いします。お願いします。ゆうあちゃんの方が良かったと思う人。大輝くんの方が良かったと思う人。やった勝ちました。ということでゆうあちゃんに構えを言ってもらいたいと思います。ちょっと待って、負けた方に何かないですか。お願いします。先輩言いたいの。じゃあわざわざ早稲田まで来てくれたかな、はい、じゃあ直れ言ってもらおうかな。直れ一番大事じゃないですか。最後ですもんね。そう、よかった。最後締めですね。締めだよ。ということでじゃあ構えと習え。習え習え直れ。左足から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 っていう意味です。敬礼ですね。はい。 Cet enchaînement paraît difficile, mais il permet de mettre en application les techniques de base. La marche, le saut, le coup de pied et la rotation. Évidemment, ça se corse dès qu'il faut enchaîner. Et effectivement, on dirait bien que Daiki a un problème.踊ってほしいリズムがスタンタタンタってスタンタタンタスタンタタンタスタンタタンタ。おお、できない。できない。でもゆうあちゃん結構できてた。おお、違う。これはちょっとこっちの方が難しいですよね。こっからこっち行きますからね。ゆうあちゃんだってこっからこう行けばいい。練習しなさい。Arrête les excuses, Daiki. Il faut t'entraîner plus, c'est tout. これ無理じゃん。無理です。あと半分無理。無理です。ここまで来てこんな時間かかってますか。こっちの辺で。ちょっとさ、ゆあちゃんから可愛さでここまでにしてってちょっとお願いして。あ、私からですか。可愛さ、可愛さ。可愛さです。いや、いいね。出たっぷりね。楽しいですね。あと半分。最高。ゆあちゃん、何、どうした。いや、ちょっとここまで来るのに結構私たち時間かかってしまってるので、ここまででお願いします。なんか一人足りないけどな。お願いします。はいはいをかっこいいポーズに変えて終わらせてください。C'est une demande sans précédent. Que va-t-on leur répondre? 許しましょう。ありがとうございます。Leur demande d'enfant gâté a été acceptée. Il ne leur reste plus qu'à s'entraîner assidûment pour parfaire leur enchaînement. C'est un bon son qui est venu. C'est un bon son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 . 早速本番やりましょう。はい。の前に前に。うわー、すごい。一緒だ。皆さんと一緒。ありがとうございます。かっこいい。かっこいい。似合ってますよ。めっちゃ似合ってます。ゲタッパーズ。イエイ。ゲタップ。ゲタこの。一緒に鳴らすこの音を大事にして、そして笑顔も大切にして、見ること聞くことを大事にして頑張りたいと思います。はい、私は練習ですごい完璧なのをできたので、本番も負けずに頑張ります。イエーイ。
勝負なの？勝負ではないです。自分のプレッシャーになるほど負けないように。じゃあ一緒に音も合わせて笑顔で頑張っていこうね。はい、頑張りましょう。はい、Voici venu le grand moment de la représentation. それでは参ります。ギタッパーズ。構え。失敗しちゃってめっちゃ悔しいです。いやまたリベンジしに来たいですね。いや来たい、めちゃくちゃ悔しいもん。そしてね、楽しいからこそやっぱりまたリベンジしたいね。そう思います。ってことで絶対リベンジしに行きます。ぜひ来てください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 We are the top。私は東京でビジュアル系バンドのライブをするためにスウェーデンから来た友達がいました。彼は日本でたこ焼きに超ハマって、自分の歌の中にもたこ焼きというフレーズも入れるくらい日本が好きになったんです。しかもたこ焼きのかぶり物お土産に買ってきました。それでは外国人に街角インタビューしましょう。 Let's ask foreigners in Japan。Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. So guys, what brings you to Japan? Why did you come here? We plan to do like work and travel. We just plan to travel a lot and just look at a lot of stuff. So are you already here with a work and travel visa, or you're looking at Japan before you do work and travel? No, we already have a visa. Mm-hmm. Yeah, this working holiday visa. Mm-hmm. Yeah. So why did you decide to come to Japan? It was actually my decision. It wasn't his first choice, and he actually wanted to go study right after school. And I really wanted to go to like a foreign country, and especially to Asia, because I've watched a lot of animes when I was younger, and I really liked it. And then we went like eating sushi and all the stuff, and it was like the Asian country I knew the most about, and that was like, that's why I was brave enough to come here. What of the things that you expected to be here were just like you wanted them to be? Or maybe even better? Or maybe actually worse? I'm 19 years old, so I'm allowed to smoke for 1 year in Germany, but that is really difficult to like stop smoking here, because it's like the age limit is 20 here, so. Yeah. Oh, right. Yeah. So in Germany you're allowed to, but here you're not allowed to. Yeah, yeah. And also like, the same with alcohol. We are not allowed to drink alcohol here. So in Germany it was okay, but here it's not. Yeah, like younger again. It feels like you're younger. Like a restriction again. You're downgraded again. Yeah. What brings you to Japan? I'm on a student exchange at the moment. So yeah. Very first time? No, actually, I've been here twice before with my family, but this is the first time like living here temporarily. First time when you came here, what was the initial reason you came? I think my parents wanted to come here. They'd probably been here before, so yeah, they wanted to come here for a little family holiday. Now, there's a big difference between mommy and daddy saying let's go to Japan and you deciding to actually study here. Absolutely. Why did you decide to come and study here? I was a bit naive. I was like, oh, I came here for a holiday. Let's come back here and study. It's gonna be easy. Gonna be a breeze, yeah. Oh, you expected it to be easy, but... But no. But it's still, like, I've always been fascinated with Japanese culture. So it's been really interesting, like, grasping it, like, firsthand, you know, living here. So, yeah, it's been good. It's been tough, but it's been good. It's been tough. I want to hear a bit more of the tough parts. What was tough? Well, my first homestay was actually, it wasn't in Tokyo, so it was a bit out of the way. And it's kind of more of a small prefecture. So it was
kind of weird coming from Australia with so many different faces of so many different ethnicities and then coming here and having like strictly like just Japanese people on the train and you being like the only Westerner. Oh, did you expect to be the only Westerner on the train? I don't even think I thought about it. And then just coming here, you kind of like, oh, okay, that's what that's like. Like, you don't really feel that in Australia just because, like, everyone's different. Before you came, is there anything you packed into your suitcase and like, I'll definitely need that in Tokyo, and you never used it so far? Maybe, like, I brought this really big dress that I was gonna be like, oh, I'll wear this. Like, everyone's so fashionable, which everyone is, but it's so hard to lug around, like, this massive dress on a train. Like, you can't do that. Oh, so it's like too crowded for you for the dress? Too crowded for the dress. So it's still in the bag? Still in the bag. It's not going anywhere anytime soon. It's on our bucket list. Yeah, it's been on our bucket list for a long time, actually. So we love to travel. Japan was the thing, and our son and his wife came here several times in the last 2 years. And they're like, you need to go. You need to go. They love and it. We're glad we did. And we're glad we did, yeah. And when you came here, because you travel around a lot, what is like the items on your back that really helped you during your Japan travels? Battery pack. Battery pack for your phone, you mean? Yes. Yeah. Oh, that's a good one. Like, so on the go, you always have, you know, battery? Yes. Yeah, because with the pictures and using the to navigate the phone, you will run out of battery. Yeah. I see. 私は日本のファッションや文化を憧れて大好きな日本に来たんですけど、実際来るとたまにちょっとだけ引かれる場面もありました。私はアニメや漫画が大好きなので、初めて東京に来た時に本当にセーラー服を着てる女子高生を見ていたら、その子がこんな変な外国人がなんで私のこと見てるんだろうという感じで逃げちゃいました。あの時の彼女、ソーリー。皆さんは海外旅行に行く時はその国に行くきっかけを行く前といた後を比べてみるのも面白いと思います。次回も日本人と外国人にいろんな面白いことをアスクしましょう。 I hope you have a great day.